再来到那个卡帕寿司和芋头寿司，他们那个这个店很有名，所以中国这边还有一个也许可能有那个支配公司吧，但是那个日本的正宗的开店时回转寿司是跟他们不一样，那个还是质量是好的，所以现在我来那个特意来采访。我自己是日本人，私は日本人なんですけどね、ちょっとかっぱ寿司のこういうね、可愛な小河童、这就是这店的吉祥物。那现在我吃那个寿司吧。あの美味しそうで、豚肉が出てますね。これがね、カレーというのは平蝶鱼かな。你可以打包，首先说的话，那个可能半个小时就可以打，他们打包也可以。这是那个塑料的笼，那个塑料的箱，可以打包自己拿回去也可以。刚刚那个做好的寿司的话，自己要拿回去的话，那个还是要用那些专门打包的那个菜单里面那个 check 一下就可以。这里有菜单。都是写着的，都是那个日语，所以如果你不懂日语的话，那个你问那个他们的那个服务员嘛，也许有英文或者那个中文的在的，我没有去。你们欢迎来到日本，自己尝尝那个日本的回转正宗的回转寿司，那个价钱也非常便宜，谢谢。はい、エミヤンでございます。今私はですね、かっぱ寿司さんに来てるんですけども、ずっとね海外で、まあ、あの後半の仕事の頃、海外でばっかり旅行をして、海外のアジア飯ばっかり食べてまして、で久しぶりに日本料理食べたら日本料理でうまいなと思うんですよね。で特に海外でたまに食べる和食が本当にまずいんで、ね、高くてまずいんで、日本で食う日本食、和食うめえっていうふうに今感動しております。なんかめちゃくちゃ本末転倒なんですけどね。ということで、まあ、あんまりちょっと大きな声も出せないで手短に話しますけれども、私がね、何十万何百万とかけて海外旅行するぐらいだったら、そういったエヌヤンが海外からやってきて日本を旅する旅行者になりきった体で中国語でレポートすれば一緒じゃないかと、あの裏表ひっくり返せばいいわけですよね。ということで、近日開始します、エヌヤンの、旅弁シリーズお楽しみということで、ちょっとここはちょっと実験劇場の意味も兼ねまして、iPhone7、今度は iPhone7S プラスを買ったんですよ。これでちょっと高精細な画像を撮ってみたいと思います。あまり歩き回る、なんていうか、ロケはしないんで、座って手持ちにするんで、あまり手ぶれも気にならないと思います。ということで、NYA の日本旅行記、お楽しみに。はい、アジアを旅する旅行者の NYA でございます。ちょっと、マイク左側、ちょっとマイクの練習をしてるんですけど、アジアを散々旅してですね、日本に帰ってくると、この日本のね、あのかっぱ寿司、本当に何でもないというか、すごく頑張ってる企業さんでね、努力してはるのは分かるんですけど、とにかくね、安い、そしてうまい。もうね、台北でも結構なね、お値段を払って日本旅行料理食べてたけど、やっぱり全然ね、やっぱり美味しくないっていうと言い過ぎなんですけど、やっぱりね、どんな台北の高級日本居酒屋よりも普通のかっぱ寿司の108円の方が断然うまいです。これはもうね、声をもっと張り上げて言いたいぐらい。そうなんですけどね、やっぱり地のものは地で食え、NYA食の三原則ですね。現地民と同じものを現地民と同じ価格で現地語で注文して食うという、この時やっぱり食の三原則っていうのは、三原則っていうのはやっぱり伊達ではないですね。当たり前のことなんですけど、改めてしみじみと感じました。アジアを見ると日本が見えるというのがエネヤンの、感想でございます。素晴らしいのはですね、お寿司5から5皿と、まあ、ちょっと私体重均一したので野菜と青さの味噌汁、あと、まあ、なんか、まあ、こんな感じで食べたんですよね。でしかもちょっと嫁さんのためにお持ち帰り1人前プラス6貫ぐらいと、今実質 1.5 人倍ぐらいあるんですけどね、皆さんこれいくらぐらいと思います？まあ台北で食べたら、まあまあこれぐらいで、まあ4、5000円、まあ4000円ぐらいで
ね、潜入台湾とか行っちゃうと思うんですけど、これで2000ちょっとですよ。これはね、本当 に日本だったら当たり前のことなのかもしれないですけど、改めて日本の外食産業はちょっと安すぎないかと思うぐらいですね。あの香港とかで普通に広東料理、まともな広東料理食べて2人実質2人前で2000円、100香港の、130、140香港の、これ普通ありえないですよね。汚い分で店でちょっとチャーサン店で、麺かなんかとアイスティーかなんか取って、それでもうすぐ2000円ぐらいいっちゃいますから、そう考えると日本の外食産業は本当に素晴らしい。あの企業努力も素晴らしいんですけど、ちょっとね、あの値段が安すぎるんじゃないか、過当競争になってるんじゃないかなという気すらします。あのかっぱ寿司さん、この 1.3 倍値段取って全然大丈夫です。まあ、あのすいません、それで売り上げが落ちたら、責任は持ってませんけど、少なくとも海外あのかと比べるとそれぐらいのクオリティをあの提供しているということで、日本の外食産業に関わる方は本当に、ね、胸を張っていただきたいと思います。